新陽気武道雑談担当武道でも右手に担当本手持ち、これ一本、右手に担当弱手持ち一本、両手に担当本手持ち、両手に担当弱手持ち、左手に担当本手持ちで、右手に担当玉手持ち、こういうふうに一本の担当、二本の担当を使った場合、いろいろある。そして私は右手に担当本手持ちや担当弱手持ちの場合、左手を使うようにと言うている。その左手に鞘を持つ方法もある。左手に鞘、右手に担当本手持ち、担当弱手持ち。左手に棒でもいい、何でもいい、を持つ方法がある。何か担当度を言うたら、一本だけで右手に本手持ちや逆手持ちやという二つぐらいしか考えない人が多い。特に逆手持ちなんか初めて見たというおまわりさんもいた。こういうふうに同じ武器でも同じ担当でもいろんな持ち方をし、いろんな使い方を研究するということが大切である。担当武道講座を、そういうふうな、さらに応用すれば、短い棒でも良いとか、鉄線術でも利用できるとか、そういうふうなもんになり、さらに長くなれば、小刀いうか脇差しに広がっていく技が。だから担当というのは簡単なようで非常に奥が深い。そういう意味で担当武道講座は今50回であるが、まあ100回ぐらいまでやってみようと思っている。まあこれの親類である小刀講座も100回ぐらいやってみようと思う。こういうふうに素手の技から発展してだんだんリーチが長くなっていく。さらに刀、さらに杖、私の場合は杖は五尺。さらに長物、だいたい六尺、七尺ぐらいに持っていこうと思う。いろんな獲物を駆使することにより、相手に、はてな、初めてやだ、という経験を犯させる。すなわち武道でいう疑いとか迷いを相手に犯させる。これが面白いと思う。まあこれ以後の先生の武道説明を楽しみにして
ください。